スタート。はい、これから入間に帰ります。さっきの温泉良かったです。良かった。豚の湯また来たいと思います。温泉コンパスは急カーブ、ふぅー、サッチャレルート。パーターについてる、パンコじゃなくてパチンコ入りますか。入りません。はい、スルー。あ、いるじゃん、オーナー。だけど我が家が僕を待って、よっ、トイレ大丈夫？大丈夫。断固として取り締まるなど、移民を抑制。困ったら漏らす。ほぼ全ての輸入品に拡大されるとして、中国に改めて譲歩を迫りました。一方、中国は習近平国家主席が訪問先の。ユリオと出口です。トランプ政権を批判する一方、トランプ大統領のことを友人と呼んで、今後の交渉に向けて配慮も示しました。この中で習主席は、グローバル化に逆行した動きや覇権主義、強権政治が担当しているさて、See you! 貿易問題で一般は左か、里見発見です。一方でアメリカとの関係について完全に切り離されることは想像しにくい。私の友人であるトランプ大統領も望んでいないだろうとの通行権ゲット。トランプ大統領のお金の交渉について配慮も示します。通行権をお取りください。すごいね、あれで反応してくれたね。今回の訪問でロシア、運転お疲れ様でした。はい、運転お疲れ様でした。